では改めてノーブルコートに行ってみましょう。さてここに来た目的は、メインストーリーの選択。同じ街で2つのメインストーリーが発生することがある。選択したメインストーリーが開始される。ストーリーを開始するタイミングは自由です。また開始したストーリーの中断再開については酒場で選択可能。まあ、いつでも好きなストーリーが、楽しめますよと。なるほど。石乳石を求めて、ノーブルコートに来たテリオン。この町にいると、この町にいる、とある学者がその石を研究材料に使っている。はい、やってみましょう。前回までのあらすじ。テリオンは旅に入れた。レイバース家から奪われた、家宝3つの乳石。当主コーデリアから3つの流石を取り戻してほしいという依頼をしぶしぶ引き受けて、レイバース家の屋敷での一瞬の油断により魔力で縛られた不名誉の手枷、罪人の腕輪をつけられたテリオン。それを外すためにまずこの町にあるという石流石を手に入れなくては。隠してノーブルコートにたどり着いたが、どうなってしまうのかと。さて、この町にいる学者が石油石を研究している。なんか楽しそうですね。あの二人気になる話をしている。不気味な館。ああ、町の北西にある館、誰が住んでいるのか知っているかい？いや、誰なんだいと。確かオルリックっていう名前の学者。杉浦石を、研究している人かな。え、らしいというと。なんでも館に、こもりっきりという話。近づくと門番に追い返される。真っ赤な石の研究、もう当たりですね。ほう。よほど人に知られたくない研究。関わり合いにならない方が良さそう。なるほど。赤石の研究をしている学者エルリック。あ、オルリックエルリックが研究している赤石は賢者の石ですね。引き出すことはできない。盗むことはできない。そうさね。この町は気の利きノーブルコートだったんだけどさ、昔はね。パーティーチャットを再生。なんだこれ。表示ボタン。表示ボタン。あ、プラスボタンか、こっちか。テリオンさん。なるほど、こういうのが楽しめると。本当にここに流石があるの。さあな、いろいろと話を聞いてみないと何とも言えん。私ね、そういえばテリオンさんって酒場で噂を集めるけど、初対面の人から聞いた話よく判断できるよね。私はまず関係から気づくな。商売は信頼が命だもん。バカ造法とな、なんとなく判断できるようになるもんさ。盗賊に余計なコネは必要ない。いつどこから垂れ込まれるか。あ、なるほど。お互いの職業が、性に合っているってことかもね。
まあ、職業によって、まあ、確かに商人と盗賊ってある意味対極に位置する、職業ですね。ですが、まあ、職業に合わせて、ふさわしいやり方をやっていこうと。盗む成功率アップ情報。これはありがたい。父親から継いだ宿屋を営む男性。妻からは様々な客の要望に応えるべく、宿屋の建て直しを迫られているが、亡き母との思い出が詰まった家を建て替える気はなく拒み続けている。ありがとな。なるほど。え？はい。オルリック。ああ、西の、町の西側にある大きな館に住んでいる学者。なんかずっとこもりっきりで赤い石の研究をしている変人。はい。ん？これね、そういえばそんな学者いたような。確か昔、なんとかって学者とつるんでた。これすごいな。これすごいですね。毒性攻撃力も上がる。ああ。私も珍しいものを身につけたい。そしてもっと目立つのよ。ソウルナイフ。これもすごいな。毒性攻撃力はすごく上がる。盗める。盗めませんよ。睡眠の方は盗める。いただきましょうか。はい。七売りの青年と共に暮らす女性。まだ正式な婚姻を結んでいないが、子供も生まれ、3人で幸せな生活を送っている。笑顔で花を売る夫の姿をとても好いているが、花が全く売れていないことを不安に思っている。ありがとな。うん、この人子供。ねえねえ。うん。うちの母ちゃん珍しいものに目がない。子供もすごい高価なものを持ってるね。いただきましょう。花が大好きな少年。ありがとうな。お父さんに言ったんですかね。人当たりの良い骨董商。メモ帳を買い取ったつもりがもう何か書かれているじゃないか。誰かの日記かな。ローラの手帳。忘れる思い人について記された手帳。ああ、買えるね。買いますか。値引きが成功したと。計算間違った。安く買ってしまったのかもしれません。やりましたね。旅人さんかいいさ、ゆっくりしていきな。はい。すごいな。ソウルナイフ、この人の方が安く売ってくれるね。ですよね、多分。人によって売り値が違う。かといって盗めるわけではない。はい。この先は行き止まり、バーラムとかいう変わり者の家がある。なるほど。この家に住む男性の弟子を名乗る青年。まだ何も教わっていない。ありがとうな。バーラムさんも後々関わってくるんですかね。ナシットゲタ老人。空き巣の被害に困っていたんじゃが、いいものを手に入れたわい。
最近空き巣を撃退した老人、老い民であるため自分ではどうしようもないと諦めていたが、露天商から買った老人でも扱える探求を用い、無事仕留めるに至った。ありがとな。なるほど。不届き者を墓送りにする老人用の武器、これなかなか強いんじゃないか。盗めないですね。ここはバーラムさん。いけない。ここは見打ったよね。クリスさん。覚えてらっしゃいますか？怪我をして困っていた時、はい、かなり最初の方ですね。実は一人旅に限界を感じた。仲間に入れてもらえそうな旅をしている集団。我々のことですか？違うか。こっちは何？こっちに宿屋とか、武器屋とかがあるかな。ありますね。とりあえず、情報収集。なあ。この陸橋を西に進むとフェーミン街に行ける。最近は治安が悪い。空き巣が出るとか、そういう話かな。最近不景気、さっぱり儲からなくなっちまった。でもなんか今持ってますね。こんだけ治安が悪くなるとな、貴族どもの財布の紐も固くなっちまう。儲かっていうのは悪人ばかり。困りましたね。まあいらないでしょう。盗まなくていいか。マーラムに会う。やめときよ。ホルリックに負けず乗ってた返事。マーラムさんに会う予定は今のところ、ないな。これ、行動速度が上がるけど、強くはない。ラーディヘルム。まあ、いいか。盗めます。ラディヘルム盗める。これ盗んだところで使うか。強いのか。強いね。ちょっと強い。ブラックキャップとかサークレットの方が強い。マーラムがどこに住んでるかって、平民街のなんとあたり。なんでバーラムさんに会いに行く流れになってるんだろうか。実はな、俺はこう見えても、かつはとある傭兵団の団長だった。で、3人の団員に騙され、傭兵団は壊滅、解散に追い込まれた。大陸のどこかで、あの連中は今でもこれと同じメダルを持っている。俺はもう足腰がたった、何か一矢報いてくれれば。復讐代行。寂しい財布。こういう人からこういうものを盗んじゃよくないんじゃないかな。と言いつつ、いただいていく。かつて傭兵団の団長だった、男性。少々不器用だが優しく、人のために戦い続け、人を疑うことなくまっすぐに信じ続けた。結果として彼は多くの仲間を失い、今もそのことを後悔し続けている。ありがとな。おっす。これは旅芸人になるのが有名。旅芸人地図が人を募集しているが、あれペアでの募集。さっきありましたね。これみたいに旅をしてやるやつがもう一人いたら入れる。
芸人を夢見て、修行を積んできた男性、玉乗りかな、足芸、ナイフ投げと、おおよそ曲芸と呼ばれる一通りのことはこなせる。ただ、やや度胸がないのが玉に気づいて、観客の前に立つと緊張性で笑い続けてしまう。ありがとな。あ、これ、連れて行かないといけないのかな。まあいいか。これ何？選べる。ローラ。さっきなんかローラって。こっちか。これですよね。復活森。この人たちはよくわからない。実はの。中を荒らす不届き者がいる。赤森の仕事。うん、ありがとな。ってことはこれさっきの弓を渡してあげたらいい気がするんだけど、お金が足りないな。盗みますか。盗めたっけ。ねえ、盗もうとして、今度は、アキスを撃退した人が、テリオンさんを撃退してしまう可能性すら、あるわけですから。シルバーソード。グレートソード。スピードソード。あー、なるほど。これは、属性攻撃力が上がると。これねー、強いねー。お金が足りないな。これ強いな。これは持ってる。グランドアーマー。物理防御力がめちゃくちゃ上がると。静寂のケープ。これめちゃくちゃ強いな。これ今度4つ揃いたいけど、かなり先になりそうですね。勉強教えてくれるっていうか、うちの子も連れてきた。お金は取らないっていうし、大丈夫かしらね。夫に先立たれ、息子と二人で切り詰めながら生活を送っている女性。微々たるものながら日々貯蓄しており、その金は息子の将来の学費に充てるつもりでいる。立派なお母さんですね。ありがとな。こういう方から盗むのは良くない。おお、デラキア、あなたはあの時おかげで旅に出られました。貧しい子供にも平等に勉強し、学問を広める旅をしています。あ、なるほど。この前の先生ですね。ここの子供たちが興味を持ち集まってきてくれた。勉強道具が不足している。こんな立派な先生から盗むのは良くない。嬉しい。うん。いや、めちゃめちゃ喜んでるね。色とりどりの本の表紙を眺めるのが好きな少女。字が読めないため、そこに書かれて描かれた絵や模様から物語を想像して楽しんでいる。ありがとな。うん。で、これで文字を教えてもらって、本を読むことができると。工作好きな少年、僕なんかが勉強できるなんてワクワクするな。激物素材。身の回りにあるもので工夫し工作するのが得意な少年。大工からもらう、端材か
母親が余らせた布を使って友達のために遊び道具を作っている。ただ我流のためよく壊れては修理を繰り返している。ありがとな。少年から盗んでいく。なんかありますね。簡単冒険入門。なんだこれ。どれだ。僕は簡単冒険にもってな。なんだ。よくわかりませんね。あ、これか。店が買い取ってくれる。名前。男性、知ってる貴族の捨てたゴミって結構使い物多い。ゴミだって捨てたもんじゃない。まあまあ、ね、現代社会では、ゴミ収集とかね、システムが構築されてますが、まあ昔、まあ、これもね、中世が舞台だと思うんですが、まあ、中世っていうのは、まあ、ゴミの量も圧倒的に少なかったので、貴族の人は、まあ、適当にゴミ捨て場に物を置いとくと、まあ、ね、こういう人たちが、使えるものと使えないものを分類して、で、使えるものを勝手に持って行って、再利用しているという社会が、まあ、構築されていたわけですね。なるほど。あ、勉強のがあるじゃん。ね、この辺はいただいておいて。買いましょうか。ね。はい、勉強道具手に入れてきましたよ。勉強道具。はい、どうぞどうぞ。やりましたね。デラキア先生、この文字なんて読むの？それはね、友情。先生、この話でこの人はどうして命がけで帰ってきたの？足でメロスかな。足でメロスかな。どうして空は青いの？これは理科的なことを聞いているのか、哲学的なことを聞いているのか。空は青くて綺麗だよね。僕にはね、光には届くものと、僕はね、光には届くものと届かないものがあると考えていて、理科的な答えを、科学的な答えを、していると。
良い授業でした。なんで素直な子たちでしょう。それに町の方々が後を継いで、子供たち勉強を教えてくれる。なるほど。こうやって教育が、確立されていくと。うん。うん。ねえ。あの子たちが学を収め、立派に成長するのが楽しみ。うん。学問で素晴らしい。うん。僕はまた次なる土地の子供たちを教えに旅立ちます。うん。はい。頑張ってくださいね。おー、6600もいただきました。はい。どうも。うん、世の中寺木屋先生みたいな素敵な人もいる。うん、先生が残してくれた教科書にこれからは私たちが教えていく。なるほど。へえ。うん、知らないことだらけ。勉強って楽しい。勉強大好き。よかったね。うん。少女から盗んでいく。あそこになんかあるな。こっちからはいけない。街が広いね。あ、ここはここはいけないんですね。あっちか。こう行ってこうですね。あ、違うな。いや、でもこっちからいけるか。こう何、こんだけは進めない。実は、うん、旅をしている集団だもんね。旅芸人になりたいわけではないのかな。よう。このズボン生きている。クオリークレストで買った全自動敷物で作ってみた。本当に丈夫で長持ち。馬に割とも無傷。あっちのリング欲しいけどな。まあ一旦で、セーブして、この人だっけ。8% か。さすがに無理かな。やめますか。あ、いますか。あー、高い。でもまあいいか。はい、値引きお願いします。ダメでした。うん。で、これで、墓荒らしを退治してくださいよと。実はの、はい、はい、うん、武器は使えるかとな。傭兵の時に一通り扱えるようになった。だが足腰が弱くなっての。こいつらわしには扱えそう。墓荒らし姫はわしが走れんと思っておる。そう油断しておれば。うん。うん。頑張ってくださいね。うん。墓守の証。5000ぐらい赤字になってしまった。
SP が50上がる。割といいものですね。あー、テリオさんにいいかもしれないな。でもまあ、物理でいいか。察知と物理。あ、あと、三日足の盾、テリオさんに欲しいな。はい、で、これだいたい一通り回った感じかな。はい。じゃあ、行ってみましょう。あ、違う。酒場。酒場、そっちか。ここですね。で、先生に変えて、で、先生から、すいません。こうしておいて、320回避が、すごいね。これでいいかな。あ、こっちの方が強いのか。これで攻撃力。ヘビーコ。こっちの方が強い。毒性攻撃力が下がる。まあまあ、こっちいいか。まあいいかな、これで。では、セキュリティを研究している怪しい、オルリックなんだったかな、のところに行ってみましょう。